修羅丸。ごめんなさい、今日の食事会ちょっと遅れそうなの。急に電話がかかってきて対応してからそっちに向かう。10分ぐらい遅れるかもしれないわ。10分ぐらいだったら大丈夫、みんなで待ってるね。そんなの申し訳ないから先に食べちゃってて。電話の内容によっては15分とか20分になる可能性もあるし。そっか、わかった。じゃあ先に食べ始めておくね。お店の人には1人遅れるって伝えておくから。ごめん、助かる。私もすぐに向かうから気をつけてきてね。はーい。2時間後。おい、こら。今日の食事はすごく美味しかったわね。最高。ハンバーグもジューシーだったし、カツ丼も美味しかったし、パスタもありえない美味しさで、魚の定食だってプリプリだった。そんだけ食べれば最高でしょうね。それもただで。なんかなるみさん怒ってる？そんなにカリカリしてるなんてカルシウム不足よ。牛乳飲んだりしないとイライラは良くないわよ。誰のせいでイライラしたと思ってんのよ。もしかして私のせい？それ以外に何があるの？確かに今日の食事会には遅れてきたけど、たった10分じゃない。それぐらいで怒らないで。遅刻してきたことを怒ってるんじゃない、あなたが一番わかってると思うけど。何のことだかわかりません。たった10分しか遅刻してないのに、もう食事に間に合わないとか言い出して、今から注文しても絶対に食べきれないから我慢する、そう言ってみんなの食事を物欲しそうに見つめてたよね。私って食べるのがすごく遅いから、10分でも遅れたら大変なの。みんなに迷惑かけるわけにもいかないと思ったのよ。私って優しい。誰よりも早く食べてたけどね。え？みんなが哀れんで一口食べるって聞いたらがっつり食べて、結局みんなからおかずをもらったりして、あなたが一番量食べてた。食べ終わるのも一番早かったし。私食べるスピード本当はすごく遅いのよ。でももらい物はテンション上がって早く食べちゃうの。マジで意味わかんない。なるみさんは私が人のおかずを横取りしたって言いたいの？だって実際そうでしょ。最初の2人ぐらいは自主的におかずを分けてくれてたけど、その後は純子さんが、あなたは何をくれるの？美味しそうなの食べてるから分けなさいって強奪に近かったし。みんな心よく分けてくれたのよ、なるみさんと違って。なるみさんはどんなにお願いしても絶対に分けてくれなかったもんね。私、人と食事を共有するのとか苦手だから、あなたが隣のママさんにやってたみたいに箸をつけて勝手に奪われたら切れる。それで怒るなんて、やっぱりカルシウム不足なんじゃない？みんなは心よく分けてくれたっていうのに。みんなあなたの文句言ってたけど。え？だって福田さんに関してはあげるとも言ってないのに勝手に食べてたし。なかなか分けてくれないから電話で席を立った時にいただいただけ。彼女きっと恥ずかしがり屋だから正直に言えなかったのね。あげたくなかっただけだと思うけど、さっきグループLINEで怒りのLINEが来てた。グループLINEで怒りのLINE？ 私のところにはそんなの来てないけど。あなたがいないグループLINEだからね。私のことを仲間外れにして楽しむとか最低。もともと今日食事会は同じ役員のママさんとの食事会だった。そこにあなたが勝手に乱入してきたんだから、グループにいなくて当然。食事会に行くって楽しそうな話してたから一緒に連れて行ってもらっただけ。それにあんた、これが初めてじゃないんでしょ？何が？毎回わざと遅刻してきて食事を頼まずに人のものを取る。一人二人は優しいママさんが分けてくれるから、あとはそこに便乗してみんなにたかる。まるでハエみたいだって相当怒ってた。ママ友のことをハエだなんてひどい。私はみんなのことを思って注文しなかっただけなのに、なんでそんなこと言われないといけないの？みんなのことを思ってじゃなくて、自分がお金を払いたくなかっただけでしょ。休養ができたとか言って先に帰っちゃうし、お金を払えって言われないように逃げたんじゃないの？そんなことあるわけないじゃない。私はみんなのことを思ってる優しいママ友なんだから。あっそ、みんなで話し合った結果だけど、次同じことしたら食事会に呼ばない。どういうこと？遅刻してきて食事を頼まずに人のものを取る人は食事会に呼べない。だからそれは誤解なんだって。次からは遅刻してきても食事を頼んでいいよ。あなたがどんなに食べるのが遅くてもみんな待つから。え？でも。だから次から頼まないのは NG。 わかった？まあ考えておくわ。私は心優しい人間だから、みんなに迷惑をかけるのは耐えられない。食べ終わりを待つより食事をたかられる方が迷惑。そういうことだから次はないと思ってね。冷たーい。
私の名前はなるみ、タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、大人になった今もそれは変わっていません。私が今 LINE をしていたのはママ友の純子さん。彼女は今日食事会に遅れてきて、物欲しそうな目でアピールして遠回しに食事をねだってきた。私は初めて見たから知らなかったけど、彼女のお箱なんだって。同じ被害に遭ったママさんが怒り心頭って感じだった。次同じことをしたら食事会には呼ばないと言ったんだけど。2週間後。ごめんなさい、今日もちょっと遅れそうなの。先に食べてていいから。わかった、すぐに向かうから待っててね。純子さんの名前を言ってもらったら席に案内してもらうようにしてるから。はいはい、了解。10分後。席に案内されたけど、みんなどこに行っちゃったの？誰もいないのに料理だけあったから私いただいちゃった。みんなまとめて電話に行ったってこと？とりあえず料理半分ぐらい食べちゃったからごめんなさいね。あ、もちろん私が頼んだわけじゃないからお金は払わないわよ。アホ女が罠にかかったわ。え？その席私たちが予約したものじゃないから。どういうこと？どうせ純子さんは今回も同じように食事を頼まずにお金も出さないだろうと思ってたの。だから私たちはあなたが遅刻するって聞いた時店を出て行ったの。それはつまり？あなたには嘘の集合時間を伝えていたってこと。もしあなたが本当にお金を払うつもりだったらお店に残るつもりだった。だけどまた今回も遅刻してくるようだったらきっと反省してないと思ってある作戦を練ってたんだ。私のことを騙すなんて何考えてんのよ。じゃあここにある料理は誰のものなの？そこにある料理はあなたの旦那さんとお母さんのもの。ちょっとちょっと待って、なんて？落ち着きな、多分すぐにあなたの旦那さんが来ると思う。お店の外から様子を伺ってたから。ちょっと待って。説明はユリがするから。ユリさんってママ友のユリさん？呼びましたか、純子さん？ちょっとどういう状況かどっちでもいいから説明して。あなたはどうせまた遅刻してきてお金も払わないだろうと思っていました。もしあなたがちゃんと時間通りに来ていれば一緒に食事を楽しめたのに残念でしたね。確かに遅刻はしたけどお金は払うつもりだった。ならどうして席に置いてあった料理を勝手に食べたの？それは美味しそうだったから一口もらっただけ。別に悪気があったわけじゃないの。悪気しかないだろう。あなたが反省していないことがよくわかりました。なるみさんに迷惑をかけるとはいい度胸ですね。なるみさんは私のことを2年前痴漢から助けてくれました。それから私はなるみさんのことが大好きです。なのにあなたのようなゴミ虫がなるみさんに群がってくる。小さい頃から変な人に絡まれやすい体質だからね。もう諦めてるよ正直。大丈夫です、なるみさん、私がそんなゴミ虫は一匹残らず排除しますから。ほんといつも頼りにしてるよ、ありがとう。なるみちゃん、あなたたちが仲いいっていうことは知ってるけど、今この状況とそれがどう関係してくるの？あなたはなるみさんに迷惑をかけたので地獄行きが決定しました。人間って簡単に息の根を止めることができるんですよ。ひょえ。だけどそんなことをしてしまったら面白くないじゃないですか。だから私はなるみさんに迷惑をかけた人は少しずつ少しずつ切り刻みます。心配しないで、切り刻むっていうのは物理的にじゃなくて心を切り刻んでいくってことだから。今の内容に安心する要素がどこにあるのよ。つまり私はなるみさんに迷惑をかけたからゆりさんに目をつけられたってこと？もっと前から目をつけていたに決まっているじゃないですか。え、なんで？なるみさんと一言でも言葉を交わした人は調べ尽くしますよ。どうして？どうして？普通のことではありませんか。なるみさんを認識した時点で今後なるみさんに何をするかわからない存在なんですから。調べ尽くして弱みを握ることは当たり前のことですよ。ユリにとってはそれが当たり前みたいだから納得するしかない。ここではありえないとかいろいろ言ったところでユリの考えは変わらないから。つまり待って、あなたは地獄行き。地獄行きです。そんなの嫌よ。なんでみんなから食事をもらったくらいであなたに復讐されないといけないの？適当な嘘を言って旦那たちは丸め込んでやる。それは無理だと思いますよ。ユリを舐めない方がいい。だってあなたがしてきた証拠はまとめて全部旦那様にお渡ししています。ん？何が？
あなたがやってきた迷惑行為の LINE のスクショは映像は渡しているのですが、自分の目で見ないと信じられないと旦那様がおっしゃるので、しょうがなく今日の準備をしたというわけです。旦那はもう知ってるってこと？でもそれって旦那は私のことを信じてるって言ったってことでしょ？なら私の価値が決まったようなものね。あんたアホなんだね。何を？せっかく信じてくれた旦那さんの目の前であんたは食事を食い漁ったんだよ。は？お母さんもびっくりしただろうね。嫁がこんなことをするなんて。大丈夫、まだ方法はあるはず。これはみんなが私のために用意してくれた料理だったってことにして。今のこのやりとりの LINE も旦那様に送っています。大丈夫、考えるのよ純子。まだきっと言い訳はできる。そうよ、これは私が全部食べてお金を払うってことにすればいい。うん、そうしましょう。あなたお財布家に置いてきてるんでしょ？そうだった。って、あれ、私なるみさんにそんなこと言ったかしら？あなたが玄関に財布を忘れてきたことは私が知っています。途中で気づいたあなたですが、別にお金は出さないからいいかとそのままお店に来たんですよね。最低。お財布がないから支払いもできないし。ってあれは旦那？窓の外でめちゃくちゃ睨んでる。あなたが他人のご飯をバクバク食べているのを外で見ていたはずです。 LINE で状況もバレてるし言い逃れはできないね。ちょっと待って、何かまだ作戦を考えるのよ純子。大丈夫、まだ方法はあるはず。考えるのよ私。ああ、あの顔は旦那がめちゃくちゃ怒ってる時の顔だ。ずんだ。旦那様はもし妻が本当にそんな悪事をしていたら、お母様のご実家で修行を積ませると言っていました。純子さんのお母さん結構厳しい方らしいね。そこでしっかりと教育してもらいな。いや、嫌なの。それだけは嫌だったからずっと猫をかぶっていたのに。ならママ友に嫌がらせなんかしなければいいのに。だってそうでもしないとすっきりしないでしょ。あなたたちの驚いた後に何も言えずにお金を払う顔を見るのが最高なの。私は何も悪くないわ。消えろ。あなたのような汚い人が吐き出す息をなるみさんの周りに撒き散らさないでください。ご実家でゆっくりじっくり教育されて身も心も入れ替えることですね。私だったらこんな奴とは離婚するけどね。うるさいうるさいうるさい。ゆりとなるみのLINE。なんで離婚しないんだろうね旦那さんは。再教育をした後に離婚すると言っていました。え、そうなの？あんな嫁でも自分の嫁だから離婚した後人様に迷惑をかけたらたまらないと。一人前になるまではお母様の下で修行をして人として立派になったら離婚して世間に解き放つそうです。旦那さんはしっかりした考えの持ち主なのになぜ嫁はああなのか。ユリは彼女変われると思う？彼女のようなタイプはきっと変われません。でも大丈夫です。あのお母様の下でなら先に精神が折れて抜け殻になるでしょうから。どういうこと？あの人は威張りまくっていますが中身はただの小物です。あのお母様の元にいればきっと先に心が折れてしまうでしょう。どういう状況かあまり想像つかないけど。なるみさんは見なくてもいいと思いますけど、見たかったら今度動画でも送りますね。いや、やっぱりいいや。知らなくていいことってあると思うし。そんなことより私と二人っきりなのにあいつの話なんかやめましょうよ。私いっぱい頑張ったでしょ、なるみさん。私、なるみさんのためだったらいくらでも頑張れます。いつもありがとう、ゆり。だったらご褒美に私と一緒に食事に。そうだね、仲がいいひまわりも誘って三人で一緒に行こうか。私はなるみさんと二人がいいのにお邪魔虫なんていりません。この前二人で食事に行ったのがひまわりにバレてちょっといじけてるんだよね。だから今回は食事に誘ってあげよう。優しいなるみさん、出勤。はぁ、あのバカひまわりは手がかかるんですから。今回だけは私が食事の場所を選んであげるか。ありがとうゆり。なんだかんだゆりもひまわりのこと好きなくせに。私が好きなのはなるみさんです。その後、純子さんは現行犯で旦那さんに捕まった。なんで食事を食べたのか問い詰められた彼女は言い訳をしようと頑張ったんだけど、財布も持たずに食事に出るのかお前はと言われ黙り込んじゃったんだって。
店を出たその足でギ両親の家に連行され、必要なものは後日送ってやるからしばらくそこで生活しろと言われたみたい。純子さんのギ両親は旅館を経営しているらしく、朝早くから起き夜遅くまで働く生活。自由時間もほとんどなく携帯も制限されてる。聞いた話だとギャン泣きしたらしいよ彼女。大人になってそんなに泣くことそうそうないと思うけど、きつい生活してるんだろうね。だけど彼女にとってはそれが救いかも。だって彼女が反省して立派になった時には離婚が待ってるんだから。まあ今の様子だと離婚はまだまだ先になりそうだけどね。そういえばひまわりを食事に誘って3人でご飯に行ったんだけど、それでひまわりは機嫌を直してくれた。まるで子供が2人増えたみたいだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。